くっそー。トーマ必殺ゲージ満タンになってもね、入れ替われないんで、ちょっと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれ、おじさん、また新しいの増えたの。よーブラザー、良い知らせと悪い知らせがある。なんか新しい写真見つかるの早いね。次の新しいのは、あ、これは過去の世界やね。あ、その一枚だけ今回少ね。まあいいけどさいいけどもさ。あ、君か。ああ、覇者の力を導く者は、お前たちそれぞれに異なる試練を与えるだろう。お前たちが育ったそれぞれの世界へ行くがいい。導く者はそこで待っている。おパパ、おパパ、また何かあるの。怖いけん先にチェックしていこう。んっと、もしかしてこれかな。ぽい感じがするね。でもあれなんかね、ちょっと難しいって聞いたけんな。後回しにしようかなと思ったんやけど。ってことで話しかけません。霞台って書いてあるけん多分あれやね。さ、ってことで次は、秋のりだ。秋のりで行こう。メンバー編成。はい、秋のり。で、どこに行けばいいかな、クエスト。荒ぶる神と清き心。覇者の力を引き出すために試練を受けることになった妖怪探偵団。探偵団のリーダー、秋のりの試練の導き手は未来の霞台にいるようだが。あれ、また霞台？マジで？はい、行きましょう。さあ、今回はどこっすか？え？おばば？もしかして。え？おばば？そうだったの？秋のりよ、わしの言いたいことがわかるか。うん、覇者の試練だね。なんとなくおばばが導くものだって気がしたんだ。さすがわしの孫じゃ。この一夏で酔いつつしてぐんと成長したの。さて、本題に入るぞ。お主の試練、それはこの桜本町に残る、最も清き厳重の逸話に関するものじゃ。最も清き厳重。いかにも。さよう。この町の清き流れ、辰巳川にまつわる厳重の伝説じゃ。気高き者、無限の心を知る者よ。荒ぶる神を鎮めるとき、何時最も清く心を得るであろう。これが試練を受ける者に残された、遥か古代からのメッセージじゃ。無限の心。つまり、厳重の力を借りて戦う主こそ、この試練を受けるべき者なのじゃ。その、荒ぶる神っていうのと戦うのが俺の試練ってことなのかな。それは試練を受ける者自ら確かめるべきことであろうな。どんな試練だってどんと来いだ。なんだって乗り越えてやるさ。良い心構えじゃ。では、秋のりよ。辰巳川へ向かうがよい。そこでお主はもう一人の導く者と出会うはずじゃ。ありがとな。俺行ってくるよ。もう一人の導く者？なんかよくわからんけど、とりあえず行くか。辰巳川ってどこ？あ、辰巳川北とか南とかなんかいろいろあったね。それ？ということはだよ。まあ、辰巳川。桜台中学校に行けばいいのかな？ワープします。はい、来たー。お、相変わらず晴れ女やね。相変わらず晴れ女やね。こっちか。さあ、行こうぜ、行こうぜ。あ、辰巳川ってこれもしかして。ごめんなさい。これやね。で、どこ？まだこの先？え、なんかおる、なんかおる、なんかおる。確実になんかおる。人間ではない物体がおる。キリン？キリンビールとかのキリンよね。待っていたぞ、秋のり。その様子だと、おばばの話を聞いてきたよな。うん。最も清き厳重の伝説。それが俺の試練と関係してるんだってさ。もしかして、キリンが最も清き厳重なの？そんな清そうな感じせんけど。我は試練を導く者に過ぎん。そのような称号はふさわしくない。最も清き厳重とは、この川の守り神、青龍のことだ。ん？青龍？仲間におるやん。青龍が？確かに青龍は守り神だけど、厳重じゃないよ。ああ、
今の生理はただの妖怪だ。しかしこやつは幻獣になれるほどの力を秘めている。ふんふん、私にそんな力が。まあ私幻獣の一人は生理やと思っとったもんな。何を隠そう、我もかつては妖怪だったのだ。厳しい修行の果てに幻獣としての覚悟を得た。そういう感じ。なるほど、キリンも妖怪だったのか。じゃあ生理にとっては先輩ってことだな。キリン先輩か、そういうことになるかもしれんな。嬉しそうやね。キリン先輩よ、私が幻獣になるにはどうすればよいんだろうか。もうすっかり先輩に。我の場合は幻獣一族の試練に挑むことで幻獣としての力に目覚めたものだ。じゃあここは誰に挑むの？じゃあ俺とセイリーでキリンと戦ってみよう。幻獣に力が目覚めるかもしれないだろ。あ、そういうこと？うん、それがいいだろう。準備ができたら話しかけるがよい。セイリーはちゃんとメンバーに入ってるし、これでいいってことよね。来たな、アキノリ。我が幻獣の力、受ける格好はできているか？はい。よっしゃー！よろしくお願いします、キリン先輩。いい返事だ。では参るとしよう。双剣山での戦いと同じと思うなよ。手加減無用でかかってこい。くぜい。キリンが現れた。あの時そんなに手こずったかな。まあその時より強くなっとるみたいやけど。お前たちの力余すことなく我に示すがいい。思いっきりぶつからせてもらうぜ。キリン先輩よろしくお頼み申す。お頼み申す。土地特性で行ってみよう。やっこ降臨。どやどやどや。お、やべえってなったよ、キリンが。待って、ちょ、待って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 。ちょ、とりあえず、さすらい玉をちょっとね、狙わせて。はい。やったー、お金アップー。あ、これ、そっか、人は入れ替えれんのや。生竜気絶したけど？あの、生竜気絶しましたけど、それは、試練になるんでしょうか？ちゃんと試練になるのでしょうか？ちょ、待って、はよ。下に降りてきて。タイマレイダン！でいい。あ、怖い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 。あー！ちょっと、こっちはね、今力を貯めてるところなの、やめてくれる？やるじゃーん。さあこれ、あ、危ない危ない危ない。まだ力を残しておられたか。私も負けていられぬ。いや、君はもう気絶してるからね。あー、主天同士マジで。ちょ待って、ウリ坊が必殺ゲージ満タンっぽい。ウリ坊とかおったっけ。あ、おるおるおる。じゃあちょっとおいで。嫌です、嫌です。ちょ待って、早く早く空中に浮かび上がれ。はい、来たー。ここで吸い取って吸い取って吸い取って。あぶねえ、くっそ吸い取れてない。あー、痛い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 。タイマレーダン、どやどやどや。痛いよー。来い、へい。メラメライオン、くっそー。トーマ必殺ゲージ満タンになってもね、入れ替われないんで。ちょっといいぞ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 。あ、これいけ。吸って吸って吸って、チャンス。はい、めちゃくちゃ近くから、へい。ほら、あと1回ぐらいいけるよ。はい。お、ジャーボー頑張ってくれてありがとう。しかし YP が足りねえ。ちょ待って、痛い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 。はいはい、 YP 回復。あー、いかん。ほい、ちょっと遅かった。そう、これでとどめ。てい、ちょやめてよ。お、ジャーボーいいぞ。てい、あ、ちょっと回復しとるやん、やめてや。はい、なんでしょう、回復ですか。あー、痛い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 。ちょ、よろしくないよろしくない。はい、早く早く開けて。それは回復か。
ああ超腹立つ。腹立つ。こっちは今回復中なの。痛い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 。まだ一個残ってる。綺麗に拾われたらいかんけんね。ちょっと。ちょっと。くっそ。痛い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 。ジャーボー何やってんの？なんかよくわからんけど、食らいません。いけー！お、これは、幻獣召喚からの、スザクー！来い！ちょっと待って、秋のりが。あー、痛い！あと一発ぐらいでやっつけれるんじゃないかと思うけど。あ、これはいける。あー、ダメやった。お、ジャーボーやるやん。見事だ、秋のり。青龍もよくやったな。ありがとう、キリン先輩。青龍は結構とっくに気絶してました。ダメじゃねえか。ぞ。実力は確かなようだな。さて、して青龍よ、幻獣としての力はつかめたか？お、お、いや、私にはまだ扱える力のようだ。せっかく出会わせていただいたのにすまない。やはり先代を超えずして大いなる力は手に入らぬか。先代？ああ、かつてこの辰巳川の守護者であった先代青龍、私の父上のことだ。私がまだ脳をかける妖怪だった頃、何度も戦いを挑んだが、実に強いお方であった。お主がさらなる高みを目指すには、先代のお力を借りるべきであろう。青龍の親父さんか。今はどこにいるんだ？父上はもう十数年前に世を去っている。私はその後を継いで、辰巳川の守護者となったのだ。世を去ってって、おいおい、妖怪って死なないんじゃなかったの？人間の死とは異なるものだが、妖怪もまた別の形で死を迎えることがあるのだ。先代の場合、幼い青龍に辰巳川を託したことで、天寿を全うしたのであろう。ああ。その通りだ。故に今はもう、父上に会うことは叶わぬ。そうだ。じゃあ、過去の辰巳川に行ってみないか？でもさ、青龍は過去から連れてきたやん。で、過去の辰巳川で、もうすでに守り神じゃなかった？おお。なるほど。100年近くも前に桜本町ならば、先代もご健在のはずだな。え？そうなの？どうだ、青龍。若かりしの先代に指南を受けてみては。父上は神々しく近寄りがたい。まさに水神なにふさわしい方だった。私は父上のようになれるだろうか？ああ、もちろんだとも。俺たちも協力するから、一緒に頑張ろうぜ。ありがとう、秋のり。共に新たな力を手に入れよう。あのお方はみだりに姿を見せることはない。過去へ行ったら魔導鏡で探すがよかろう。よし、いつものサーチだな。任せてくれ。青龍、昔の辰巳川に行ってみようぜ。嬉しそうやね。じゃあ昔の辰巳川では、一緒に住んどったってこと？青龍は。覇者の試練、真に乗り越えるべきは、己の限界なのかもしれんな。よくわからないことを言うね。はい、それじゃあとりあえず、過去の、出会い頭大橋に行くか。ワープ。さあ、それで、とりあえずちょっと回復しとこう。よーし、オッケー。なんもないよ。さあ、ってことで、あ、あっちの方か。なるほど、行こう行こう。この辺りやね。この辺か？青龍や。あ、おった。おー、すげえかっこいいやん。先代青龍。先代青龍を見つけた。人の子よ。
我の姿を見出すとは何事であるか。俺たち、あなたの力を借りたくて未来から来たんです。私は、あなたの後を継ぎ、この辰巳川の守護者となる青龍です。父上、いえ、先代青龍よ。水神としてのあなたの力、伝授してくださいませんか。あ、そっか。未来か。青龍を仲間にしたの。そういうことやね。夏目がどうのこうのって言ったもんね。お願いします。俺たち世界を救うためにどうしても強くならなきゃいけないんです。ふん、馬鹿げた話だ。未来の青龍？辰巳川の守護者だと？貴様のような軟弱者が我の後を継ぐなどありえぬわ。軟弱って、青龍は頼りになるやつです。実力を見ればきっとわかるはずです。黙れ小僧。水神とは本来、愚かな人間に天罰を与える荒ぶる神。守護者などというものに甘んじていては、真の力など目覚めるはずがない。しかし先代、私は、貴様が真に水神の力を得たいなら道は一つ。そこの小僧を喰らい、力を得るがいい。俺のこと食べるの？守り神じゃないの、ちょっと。秋のりは私の大切な友だ。そんなことはできない。ならば貴様もろとも苦労である。貴様のような軟弱者に水神の力など宿るはずがない。実際やってるから。水神様、秋のりよ、私と共に父に挑んでくれ。たとえ神の力が目覚めなくても、私は君を、人間を守りたい。青龍、親子で偉い性格が違うもんやね。親父さんに認めさせてやろう。俺たち一緒に戦った方が強いってことをさ。愚かな者たちよ、神の力を思い知るがいい。水神の天罰を受けさせてやろうではないか。戦闘だね。愚かな者たちよ、我の天罰を受ける覚悟はできたか。天罰は受けないけどね。俺たちは罰を受けるようなことはしてないさ。大事な友達を守りたいだけだ。ふん、己の信じる道を行くと申すか。ならば見せてみるがいい。貴様らの友情の力とやらをな。もっと物腰柔らかな感じかと思ったけど、めちゃくちゃ厳しいんやね。嫌な感じ。はい、幻獣召喚からの、どうしよっかな。でもな、雷とかないもんな。土、風、ほい、飛天烈風翼。どうや、どやどや。ああ、しばらく技が使えない。ふざけんなよ、おい。くっそー、陽気コンボで戦うしかないのか。青龍めっためたやん。大丈夫、ちょっと。先代青龍めっためたなんで。いてててててて、大丈夫ですか。いてててて。そして回復しまくる。陽気水筒。やっぱり技は青龍と同じ技を使うんやね。てい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 。あとどれぐらい技が封じられてますか、私は。あ、やめて。金のさすらい玉。ちょ。はい。オッケー。あー、冬にゃーん。くっそー。あ、タイマーレーダーいける。いや、ちょっと、技封印やめてよ。どんだけ技封印だよ。くっそー。腹立つわー。くそ。やめてください。さっきから私ばっかり狙うのやめてくれる？お、ドローンが到着する。痛い、もう。行ってて。はい、誰じゃない。何、待ちしております。お、回復やね。 YP 回復か。ありがとう、助かる。くだらぬ真似を。遊びはここまでだ。この青龍、共に誓ったあなたに負けるわけにはいかぬ。技封印にまたかかってよ。ロンだけだよ。くそ。
さっきから私のこと狙いすぎでしょ。やめてよね、まったく。いていてい。オッケー。お、あれ、ちょっと待って。あー、痛い。幻獣召喚、よし。幻獣召喚逆光、つらい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 。ちょ、整理技出して、技。あ、ちょっと待って。じゃ、容器をください、私に。お、整理いいね。ちょ待って、技封印。せっかく容器吸い取ったのに技が封印されちゃダメじゃねえかよ、おい。くっそ、待って、体力やばい。ちょ、同じ姿やけん分かりづらい、しかも。つら。ちょ、待って、これは。そこそこ。味玉醤油ラーメン。やめてください。ちょ、そこの回復。よし。お、来たよ、来たよ。よし。へい。いた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 。はい、ありがとう。お、これで、ちょ、待って、あ、ちょっと、乱れ打ちの術が使いたいの、私は。なんてことしてくれんだよ、毎回毎回。ちょ、痛い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 。ちょ、待って、回復してくる、私。よし、いいぞ。よし、これで乱れ打ちの術。くっ、誰から吸い取ってんだ、私。こっちか、どっちや。痛い。ケイ、あー、痛い。来い、乱れ打ちの術。くっ、タイマレーダン、痛い。ケイ、よし、オッケー。俺たちの勝ちだ。ふう、なんとかギリギリやね。私は青龍、辰巳川の守護者である。友を傷つける者はたとえ神でも許さぬぞ。厳重、おお、かっこいい。な、この姿は。その声、青龍なの？よくやったな、未来の我が息子よ。見事な覚悟であった。ちゃんと分かっとったってことか。その姿こそ、最も清き厳重、総龍となった証。ほら、超かっこいい、色も好き。私が総龍。よっしゃ！やったな、青龍。とうとう厳重になれたんだ。父上、まさかあなたは私の力を引き出すために芝居を打ったというのですか？ふん、血と荒っぽい手段ではあったかな。大いなる危機に立ち向かい、友を守るという強い決意がなければ、厳重になることはできぬ。だが、お前たちの結んだ絆と決意は、厳重の力を持つに、誠ふさわしいものであった。水神様、わざわざ俺たちの敵になって、青龍に力を引き出してくれたんですね。その力はお前たちが元から持っていたものだ。我はただそのきっかけを与えたに過ぎぬ。最も清き厳重、総龍よ。お前は我が誇りだ。よかった、人間を喰らうとかいう危ない思考の持ち主じゃなかったんやな、本当は。父上、ありがとうございます。ありがとう。私の信念を共に守ってくれてありがとう。これを君に。おお、総龍ディスクを手に入れた。厳重総龍を召喚できるようになった。ありがとう、総龍。これからも一緒にみんなを守ろう。そして、俺たちでソロナケを倒すんだ。いやー、いい勝負見せてもらいましたよ。あ、そっか、ここの住人。カッパ。ドラゴンとドラゴンとのぶつかり合い。
こんなに熱い戦いを間近で見られるなんて。ええ。私すっかり辰巳川のドラゴンズファンになってしまいましたよ。あ、これきっかけ？あなたは以前お会いしたカッパ。いえいえ。滅相もない。あなたのような名ドラゴン、一度会ったら忘れません。いやはやまさか私の住む川にこんな素晴らしい水神様がお二人もいたとは。あ、そっか、あれは未来のカッパか。これからは毎日お供え物をお持ちしますね。あー、ありがたい、ありがたい。こんな時代から続いとるってこと、お供え物。このような形で慕われるとは。姿を現すのは照れくさいものだな。かわいいやん、お父さん。未来の辰巳川はお前に任せたぞ。達者れな、総流。はい、父上。荒ぶる神と清く心、バッチリ解決。数十年前に亡くなったお父さんと会えるってめっちゃ嬉しかったやろうね、清流自身も。いい話だわ。総流の力、正しく使ってみせよ。厳重に力はお前の心と共にある。カッパは？お、消えている。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃ、カッパはこの時代にファンになって、まあ、100年後ぐらいまでずっとお供えを続けよったってことか。てか、じゃああれはちゃんと未来のカッパやったんやね。なんかたまたまこう、そこにおっただけかと思ったけど。そういうことか。